奇妙な侍姿の人々が田園風景の中を練り歩きます。高松市香川町の浅野地区で300年以上前から行われている表下祭り、高松市の無形民俗文化財にも指定されているこの祭りには、水不足に悩まされた人々を救ったある人物と水への思いが込められています。今回の高松訪ね歩きは、天下の奇祭表下祭りを訪ねます。高松市南部に広がる香川町浅野地区。古くからこの地域を潤してきた新池は、江戸時代の初め、水不足で困窮していた人々のために水を引こうと、高松藩の下級武士で土木技術に優れた矢野部平六が築造したと言われています。その後、平六に救われた地域の人々がその偉業を称えるため、地元にそびえる蛸塚山の頂上に新池神社を創建し、平六を祀りました。そしていつしか平六を偲ぶとともに、水への感謝と豊作への祈りを込めて、神社から新池までを練り歩く信仰行列が行われるようになりました。表下祭りは、さぬきの方言で、おどけるや滑稽という意味を持つ、表下るから名付けられたと言われています。その言葉の通り、行列を構成する友侍たちには、ユニークな化粧が施されていきます。紙下などの衣装も、飼料袋や野菜など、身の回りにあるもので作られ、なんとも滑稽な姿が出来上がります。信仰は蛸塚山付近から始まり、新池までのおよそ2キロの道のりを歩いていきます。行列は子どもと大人に分かれ、先駆けを先導に露払いや陣金などと続いていきます。その後に続くやっこは、長い毛ありを持ち、時折投げ渡しながら練り歩いて、見学に訪れた人たちを楽しませます。行列の後方には、白い衣に火ばかま姿で、つつましく巫女や稚児が進み、その後ろには、ヤシ科の植物であるシュロの皮などで作られた新芽にまたがる氏子の神職が続きます。そして最後尾では、みこしが奔放に動き回って、道に隣接する家々の安全などを祈り、行列は表下ながら新池へと向かっていきます。多くの人に見守られながら新池に到着すると、神職らが池に向かい悪魔払いの矢を放ちます。最後にはみこしが池に勢いよく飛び込み、祭りは終わりを迎えます。偉人や水への感謝を込め、周囲の人々や参加者に笑顔を与える表下祭り。地域に受け継がれたこの伝統は、これからも面白おかしく続いていくことでしょう。